丸の大きさはランドスタットの諸都市の人口に比例している。ランドスタットはオランダ西部に位置し、オランダの面積の約1、5を占める大城の地域である。ヨーロッパで最大規模の都市集積の一つであり、オランダの総人口の約45%にあたる710万人の人口を要し、オランダの政治、経済の中心ともなっている。ランドスタットは北ホラント州。 南ホラント州、フレボラント州、ユトレヒト州の4つの州にまたがっており、以下の主要都市を含む、ランドスタッドはオランダ及びヨーロッパの交通網において重要な位置を占める。世界でも最も機能的な空港として知られ、ヨーロッパにおいて重要なハブ空港となっているアムステルダムスキポール空港と欧州最大の貿易港であるユーロポートを核として高速道路網や 鉄道網が整備されており、さらにはライン側の河川交通網の起点ともなっている。特にルール地方をはじめとするドイツとの結びつきは強く、ドイツからヨーロッパ外への輸出額のうち8割はスキポール内市ユーロポートを経由している。スキポール空港は自然な空港連絡鉄道でも知られ、ランドスタットの都市をはじめとするオランダ国内の主要都市のみならず、 ベルギーのアントウェルペンやブリュッセルからも乗り換えなしで到達可能である。高速列車としてはタリスト、アイスが乗り入れるほか、スキポールからロッテルダムを経てアントウェルペンまでの高速新線が2007年の完成を目指して建設中である。ありがとうございます。